海岸線の風景を新たな観光スポットにしようと、福岡市西区の北崎エリアの歩道が整備され、今日完成記念式典が行われました。どうぞ。歩道が美装化されたのは福岡市西区の北崎エリアです。北崎エリアは博多湾と玄界灘に面した糸島半島の北東部に位置していて、海岸線の美しい風景が人気を集めています。福岡市が観光客に景観を楽しんでもらおうと、680メートルにわたって歩道を美装化しました。日本のハワイといいますかね、それこそそういうイメージもあるんですが、そう考えたとき一個邪魔なのがあの電線なんですよね。福岡市は来年度の冬をめどに、このエリアのほとんどの電柱を地中に移す無電柱化も進めます。さらに東区の鹿島でも無電柱化を行う方針です。